というわけで、そのフェレットさんをしばらくうちで預かるわけにはいかないかなって。フェレットか。ところでなんだフェレットって。イタチの仲間だよ父さん。だいぶ前からペットとして人気の動物なんだよ。フェレットってちっちゃいわよね。知ってるのか。これくらい。しばらく預かるだけならカゴに入れておけて、ナノハがちゃんとお世話できるならいいかも。今日やみゆきどう。俺は特に依存はないけど。私も。だそうだよ。よかったわね。ありがとう。